はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人おせっかいの八代です。今日の取材はですね、だいぶ前の動画になりますが、滑川志保さんという、フリーランス の翻訳者のお仕事をされている方、移住者の方の、一緒にですね、立山の街を散策するという動画を3本連続で撮りましたが、今回は、その滑川さんの続編ということで、今滑川さんが何をしているのかといったところをご紹介していきたいと思いますが、なぜか今日はキャンプ場からお届けいたします。ハチも一緒です。久しぶりの滑川さんです。こんにちは。滑川さんは久しぶりじゃないんですけど、あのこんな感じのを見るのは初めてです。はい、あれエブちゃんはどうしたんですか。エブちゃんは、はい、エブちゃんでいますけど。あ、エブちゃん、エブちゃんで、はい、この車はこれも滑川さんのなんですか。いや、これは私のじゃなくて、はい、別にオーナーがいて、はい、で何人かで集まってこの車を、はい、みんなで改装して、はい、キッチンカーにしました。あ、キッチンカー、あ、なんか前の動画の時におっしゃってましたよね、はい、なんかスープをやりたい。そうです、そうです。はい、で今は、今はバー営業をしています。バー営業、あ、これバーなんですね。はい、移動バー、あ、メニューが書いてあります。はい、一応バーのメニューも、はい、全部房総のものを扱ってます。はい、あ、そうなんですか。はい、ジントニックは立山のクラフトジン、はい、これなんですけど、はい、あ、ここです。テールの、テールの、はい、テールのクラフトジンを使っていて、はいはい、でハイボールはこの房総ウイスキー、はいはいはい、話題のこれで、はい、作ってます。はい、じゃあ滑川さんはその後、移動バーのママになっている、はい、そうです。そういうことなんですね。はい、でもまだ月1しか営業してます。あ、月1営業なんですか。あ、そうですか。はいはい、で今日いらっしゃるのはキャンプ場なんですね。このキャンプ場で月1回営業していると、はい、いうことですか。今ね、上登らせていただいたんですけど、すごい眺望でした。はい、え、ここのキャンプ場とかお名前聞いてもいいんですか。アウトテイルドッグキャンプ、アウトデイル、アウトテイル、アウトテイルドッグキャンプ、キャンプ場、はい、ちょっと横文字が苦手なもの、うん、今営業準備中ですか。あ、まあそうです。あ、そうですか、はい、何時から営業なんですか。あ、全然決めてない。あ、決めてない。はい。で、毎月1回、ここのキャンプ場で、はい、営業させてもらってるっていう感じなんですか。そうです。どうですか、ご商売の方は。いや、でも、すごい楽しいです。あ、楽しい。はい。はい、楽しい優先ですね。楽しい優先です。はい、それがまず第一でやってるので。おっしゃる通りです、はい。はい。そうですね。はい。なので、月1っていう。なるほど。あんまり、やると忙しくなっちゃうからね。そうそう。はい。そうですか。じゃあ、今、バー営業のママさんということで。はい、あ、なんですか、お客さんのなんか悩みとか聞いたりするんですか。お客さんの悩みは、そんな感じじゃないですね。そんな感じじゃないですね。はい。はい。キャンプのお客さんになんかお飲み物を提供したりとかっていうことですね。立山の。立山のそのジンとか、はい、そういうのを紹介して。はい。で、蜂蜜使ったドリンク。この蜂蜜も、はい、これちょっともう蜂蜜入ってないですけど、はい、立山で売ってる。あ、はいはい。蜂蜜屋さんの蜂蜜使って。はい。はい、自分で仕込んでるんですか。そうです、そうです。これはね、今回初めて持ってきたんです。自分で仕込んだ、金柑蜂蜜と、この金柑とカリンは、立山のやつを使って、蜂蜜もそうです。前ですね。これは自分で趣味で作るんですけど、一人でこんな時間の話。まあね、まあ、お酒にして、お客様に提供して。ソフトドリンクで提供したり、はい、一応、まあ、レモンも立山の使ってっていうふうに。ね、作ってる人いますよね。うん、はい、一応飲み物もなるべく地産地消っていう感じでやってます。はいはい、この車手作りでしたっけ。そうです、そうです。みんなで DIY したんですけど、はい、そうですね。天井もこれ一回剥がして、で中に断熱材入れて、あ、断熱入れたの。一応今聞いてるかわかんないですけど、でこれはコメリでフローリング材の、はい、B 級品を買って、あ、でそれをこう貼り付けて床を天井にしちゃったってことですね。あ、そうです、そうです。アイデアですね。で、あとそのキッチンカーにするにはシンクが2個いるので、はい、でこれシンク2つこうなっていて、はい、でこの水道自体は、はい、はい、釣りとかで使うやつでこう、はい、自動で水が出るようになってる。釣り肉でそんなのがあるんですか。なんかあれ、あ、釣り、うん、まあ、釣りだけじゃないかもしれないです。で、ここはこう塞げるように、この下にじゃ水のタンクとか入ってる。あ、そうです、水のタンクがこの下に入ってます。で、ここはバーカウンターですね。はい、
お、そうです。でまあこっちからこう受け渡しなんかしながら、はい、一番やっぱ大変だったのは、はい、この壁を作る、はい、ことだったんですけど、ちょっと待っていいですか、はい、失礼します。これがですね、はい、保健所のその規定で、はい、運転席とこの部屋を分けないといけないので、壁を作んなきゃいけないんですけど、はいはい、ここにシートベルトのなんかこうものがあって、はい、まっすぐ壁を作ることができなかったんですよね。はぁ、頑張りましたね。なので、こういうふうにこう出っ張りを作って、はい、隠すっていう。これ、基本全部 DIY ですか？そうです、全部 DIY です。すごいな。なので、基本的には2人、素人の私ともう1人女の子と、2人がメインで、はい、で、作ったんですか？教えて、DIY の師匠的な人がいて、あ、いらっしゃって、はい、で、その人にも道具の使い方から、教えてもらって。教えてもらって、こういう、まあ、こうちっこい棚とかもそうですし、はい、全部がそうですね。はい、川さん、この手のなんかこう造作好きですよね。はい、作ったりするのね、すごい好きな。エブちゃんにしても。エブちゃんその後進化したですか？あ、ほとんど進化してないですね。はい。あ、でも、まあ、中で時々仕事してみたりなんてことをやってらっしゃる。そうですね。うん、はい、はい。ね、よかったです。お元気そう、お元気そうでって時々会ってるんで、はい、久しぶりの手になっちゃうんですけど。ね、でもね、楽しそうですね。この車って、なめかわさん個人所有ではないんですね。ないです、ないです。オーナー別にいるので。はい。ただ今のところ私しかこの車を使って営業していないっていう状況なんですけど、はい、一応最初のコンセプトとしては、はい、みんなが使えるキッチンカーみたいな感じにしたいなっていう。みんなが使えるキッチンカー、はい、はい、まあ一人私だけが使うとかではなくて、はい、例えば週末だけ、はい、何か売ってみたいとか、うんうん、このお店、あ、この車でね、そうそうそう、はい、お店とか店舗出す前に試しに、はい、ね、感触を味わって、なんかこう、どんな感じか見たいとかいうのとかで使えたら面白いよねっていう話をしていて、うんうん、はい、例えば、立山に住んでない方とかでも興味があって、こっちでお見せしたいかもとか。はい、週末出店、うん、はい。っていうのの可能性の一つとして、できたらいいよねっていうふうには作る当初そういう話をしていて。まあ、全然実現はまだ、はい、してないんですけど、ね、私しか言わない。今のところね。まだでもできてそんなに経ってないんですか？そうです。去年の初めて営業したのが9月末ですかね。で、まあ、その後ね、なんかコロナがおかしかったりとかしてね。まあ、なかなかあんまり、すごくね、公にやって。ね、力入れられなかったですもんね。それも本当に。ね、またおかしくなってきましたけど、まあ早くね、ね、なんか通常に戻るといいんですけど、はい。で、今じゃあ、あれですか、利用者募集中な感じなんですか？利用者はいつも常に。常に募集。はい。これ全部お手製ですか？これはそう、私の手作りです。はい。豆ですよね。これがテイルの、ジンですか？ジン。これ今、この赤、立山さんですね、そうですね、赤ラベルのやつですけど、はい、他のフレーバーもあって、はい、今、道の駅でも買えるような。あ、そうなんですか。僕、お酒飲めないんで、ちょっといまいち、お酒わかんないんですけどね。うん、でも、はい、お土産にちょうどいいサイズだなってすごい思うんですよ、ね。ちょっと、なんか、素敵な、素敵なデザインですね。はい。今ね、月一でこのキャンプ場のバー営業しか私やってないので、うん、まあ、今後今この車を置かせてもらっている、北条海岸のすぐ目の前の、ところに、筑波大のセミナーハウスがあるんですけど、はい、ありますね、で、波風っていう名前の施設なんですけど、はい、そこにこの車今、置いてるので、そこで、保管してるんですね、そうです、そうです、はい。なので、そこで、月一で、こう、定例みたいにしてバーを、はい、オープンさせて、はい、で、そこにこう、ここだと今会員の人とか泊まってる人しか来ないので、うんうんうん、もっと公に皆さんに来てもらえるように。うん、で、こう、例えば、まあ2軒目1杯ちょっと飲むぐらいとか、まあ1杯行く前とかにでも寄ってもらって、うん、で、こう、施設の中も、みんなが使える共有のラウンジみたいのがあるので、波風の中に。はい、で、そういうところで、こうね、地元の人とか、あとそこに宿泊している方たちのこう交流の場みたいになれば、いいかな、面白いかなと思ってます。それ面白いですね。はい。はい。それも月一なんですか？まあ月一、それは私が月一ぐらいが、あ、なるほど。ちょうどいいって思ってるだけですけど。他にね、なんか、なんか、今日は誰々がママの番みたいな。そうそうそうね、そんな感じで。それパパでもいいんですか？パパでもいいと思います。パパでもいい。はい。
はい、わかりました。できたら楽しいかなって。それも募集中の感じですか？あ、まあ、それはまあ何もやってないので、こういう、そういうふうにしたいな、みたいな。実現したらねっていう感じですね。はい、この車は自分で塗装したんですか？そうなんです。塗装もそう自分たちで、このはけ壁もはけ塗りです。そっか、あの前回の YouTube で佐藤ペンキ屋さんで相談してましたよね。あの車塗るときになんですね。そうでしたっけ、うん、そうかもそうかも、うん、そう、なんかネットで買ったやつなんですけど、一応車の外装用のペンキで、はい、車用のなんですか、はい、自分たちではけとローラーで塗りました。はあ、上手に塗れてますね。でも結構一度塗りの時は壮絶な感じになって、そうもうやらなきゃよかったって思いましたけど。お客さんです、お客さん来てこれが自慢の、あ、そうそう、これが一番こう出来上がった時に感動した。今更ですけど、はい、あのこのお店の名前は泡丸、泡丸なんですね。はい、はい、キッチン&バー、泡はこの地域の泡で、はい、なんか可愛くしようって言うんで泡丸っていう名前になったんですね。でこの自慢の看板はなんと手作りなんですけど、はい、なんか金属の錆びた板をおしゃれに使ったように見えますが、実はこれポリカーボネードですね。トタン風、錆加工のトタン風にして、はい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 、でちょっとなんかエイジングってやつ、そうそう、でアメリカンな感じの、アメリカンな感じの、はい、こういう才能あるんですね、すごいな。これは YouTube で調べて、あ、調べて YouTube 先生に、はい、はあ、そうですか。まあ楽しそうですね。楽しいです。はい、素晴らしい。はい、そうですよ、ちょっとね暗いとねキラキラ光って、うんうん、分かるんですけど、まだちょっと明るいですもんね。はい、素敵なキャンプ場に出店されてますね。はい、ぜひ遊びに来てください。アメカワさん、はい、なかなか楽しそうにやってらっしゃいますが、はい、どうですか移住して2年、はい、立山暮らし楽しんでらっしゃいますか？はい、あっという間の2年間で、初めあの来た時はまさかこんなキッチンカーを作って営業するなんて想像もしなかったので、そうですね、はい、面白い日々を送らせていただいております。はい、まあね、アメカワさん自分から面白いところに飛び込んでたりとか、なんか自分で面白いことをこう仕込んでるわけじゃないんでしょうけどね。探すのが得意かもしれないですね。作ってる感じもありますよね。はい、はい、まあそういうのも楽しい移住生活のコツなのかもしれません。はい、今回もなめかわさんをご紹介させていただきました。またなんかこう進捗がありましたらぜひ取材させてください。はい、今日は営業中すいませんでした。ありがとうございました。